なんかね、番号札を取らんといけんやったみたいで、受付の順番のね、番号札取らんといけんやったみたいで、僕ね、それ知らんくって、順番が最後になってしまった。順番が最後だって、1時間前に入っとるのに、ショックやわ。なんか蝶がいっぱい飛んどる。蝶がいっぱい飛んどる。すごいわ。わかるかな？蝶がいっぱい飛んどるの。なんでこんな駐車場に蝶がいっぱいおるんやろ。めっちゃおるんやけど。はい、ここはね、岡山県か広島県、大佐サービスエリアまで来ております。大きいに、さあね、大佐よな。多分合っとると思う。ここでね、少し休憩してまた走りたいと思います。お腹空いたからさ、なんかちょっと売店かなんか行ってみよう。あ、腰が痛い。腰が痛い。さあ、買い物行ってきた。いっぱい買ってきた。じゃかじゃん。ホルモンうどん。ホルモンうどんがあったからさ、これ買ってきた。これどっかで食べよう。10分から12分軽く沸騰って、結構時間かかるんやな。IH のバッテリーいけるかな、あれ。あとはね、あとは、きびだんごです、きびだんご。これは子供のお土産。じゃかじゃん。チーズ入りかまぼこ。鬼太郎のチーズ入りかまぼこです。これ350円くらいだったかな。美味しそうやから買った。お腹減っとるといけんな。ついつい買いすぎてしまう。ふんわり、塩クリーム大福。大福だって、美味しそう。これ1個200円。結構高いのよ。あとはね、サンドイッチとおにぎりも買ってきております。さあちょっとお腹減ってからさ、食べてみよう。鬼太郎食べてみよう、鬼太郎。これどっから、こっからやな。もう一個ね、もう一個目玉親父バージョンがあった。目玉親父バージョンは、チーズとイカやったかな？なんか入ってるんだって。なんか中身が違うんだって。美味しそう。食べてみよう。噛みかった。いただきます。美味しい。チーカマ、チーカマ。チーカマですね。美味しい。塩クリーム大福も食べてみよう。美味しそう。もう1個200円やからね、大事に食べよう。お餅の匂いがする。いただきます。美味しい。甘い。塩はあまし感じんな。うまい。さあね、しっかりお昼ご飯食べて、またね、走りたいと思います。さあ、今からね、福岡県の柏浜ですね。柏浜で納品です。今日はね、ここ小川インターで降りまして、それから向かおう、海の中道大橋やったかな、海の中道大橋、あれを渡ってからね、入っていこう。おー、カーブがきつい。ゆっくり走ろう。ね、肉筆専用にゆっくり走らんといけん。今日ね、なんか雨が降るらしいんですよ。やけど今のとこまだね、大丈夫ですね。雨が降る前に納品したいけど、どうかな。今日はね、とりあえず納品が終わりましたら仕事がね、入っていないんで、ゆっくり帰る感じですね。 ETC、ETC、 ここの ETC でね、曲がってるんですよ。カーブしとるからちょっと難しいよな。難易度が高い。よっ、ほんで狭い。うわ、擦りそう。オッケーオッケー。
さあ、とりあえず到着ですね。到着待機。現在7時30分ですね。7時半。ちょっと早いかな、まだ。とりあえず事務所にね、顔だけ出してみよう。多分8時からやろうな。あとね、ここ大きい倉庫なんで、受付がね、いっぱいあるんですよ。いろんな会社が入っとるから、受付がいっぱいある。どこの受付やろ。手当たり次第ね、探してみよう。さあ、とりあえずね、今からちょっと受付行ってきたいと思います。あとちょっとトイレも借りよう。さあ、とりあえず待機ですね。受付が8時30分からみたいなんで、もう一回ね、8時半になったら行かんといけん。結構距離があるのよ。ほんで、8時半になったらね、また行かんといけん。痩せるわ。で、とりあえずね、8時30分からやから、今現在7時45分ですね。あと45分ぐらいあるから、どんな悪いことしようか。どんな悪いことしようかな。ねえ、45分中途半端やもんな。ご飯食べるにしても、ちょっと短いしな。今日ね、パソコン持ってきてないんで、動画編集もできんし。日報書いてあと何しようかな。ダンスでもしようかな、ダンスでも。さあ、とりあえずね、時間が来るまで少し待機しておきたいと思います。なんかね、番号札を取らんといけんやったみたいで、受付の順番のね、番号札取らんといけんやったみたいで、僕ね、それ知らんくって、順番が最後になってしまった。順番が最後だって、1時間前に入っとるのに、ショックやわ。さあ、とりあえずね、今から、順番のね、札を取りに行ってきます。なんかね、入り口がたくさんあるんですよ。僕がね、思っとった入り口と違うみたいで、別の入り口みたい。そっちの方に番号札があるんだって。ショックやわ。早めに来たのに、6番目ぐらいになってしまうた。残念。番号札をね、取らんといけんシステムみたい。残念。さあ、ちょっとね、今からちょっと番号札取り行ってきたいと思います。早く行かんとね、もっと遅くなっちゃうから。何番目やろ。残念。番号札取っとらんやったわ。さあ、納品完了ですね。納品完了。結構早くね、納品できました。13番目やったんですけども、ね、大きい倉庫なんで回転率がね早いんで、すぐ順番回ってきた。よかった、助かった。さあ、今日もね、ご飯作っていく。車中泊、車中飯ですね。はい、今日はね、炊飯器を使った炊飯器飯ですね。炊飯器飯。炊飯器飯、普通やな、普通。さあ、この中にね、ご飯です。あとこれですね、僕の好きな D です、D。辛いやつ。やば、ご飯がめっちゃ膨れとんやけど。ご飯がめっちゃ膨らんどる。大丈夫かな。めっちゃパンパンなんやけど。いただきます。
someone said that you're coming by.